ゆっくりゆっくり出す、止まる。ラボはダブダッチ、小指止まる。相手が目の前にいたら相手に向かってこうやって仕掛けない、相手のいない方向にこうやって動くの。そしたら相手動くじゃん。今どっち開いた？こっち開くね。開いたところに小指でボール出す。止めちゃうと足出して相手と距離近いと捉えちゃうから、止めるんじゃなくて下がる。いつもやってる右足の前に置き直す。このダブルタッチってさ、相手をこうやって今抜いた？あ、そうじゃいか。このダブルタッチと相手抜くためって教わるじゃん。でも今やったダブルタッチは相手抜くっていうこともあるんだけど、相手がついてきても、取りきて、このついてきちゃってもこの小指のタッチが抜けるから、相手に読まれてもこれは抜けるドリブル。